高価天神内視鏡クリニック院長の秋山です。最近ですね、診察をしてよく質問されるのが、整腸剤って飲んだ方がいいんでしょうかっていう質問が多いです。で、答えはですね、絶対毎日飲んだ方がいいです。なぜかと言いますとですね、整腸剤の効果っていうのがたくさんあるからなんですね。例えば下痢とか便秘っていうのが良くなってきます。で、あとですね、免疫力っていうのがぐっと上がってきますので、それで風邪とか、あとインフルエンザ、そしてがんにもかかりにくくなるというふうに言われてます。あとはですね、喘息とかアトピー、あとアレルギー性鼻炎、そういったアレルギー性疾患にもかかりにくくなるというふうに言われてます。で、さらにですね、エイジングケアや美肌効果もあるというふうに言われてます。で、また幸せホルモンって言われてますセロトニンっていうホルモンが腸の中でたくさん作られるんですけど、それがですね、整腸剤を飲むことによってセロトニンがさらに作られて、で幸せな気分になるというふうに言われてます。まあ、こんな感じでですね、あげればキリがないです。ですから整腸剤は毎日毎日こう続けて飲むようにしたらいいと思います。今日はここまでです。次回はですね、整腸剤を飲む時の注意点についてお話ししたいと思います。それではまた次回お楽しみに。